はーい、アソンヒンミの人気動画発表。福田こうへい、福川きよし、福田こうへいさんですか、あ、福田こうへいさんとね、氷川きよし君の、きよしさんの。32位、氷川くん247、9位まで氷川くんと福田さんですかね、男側とか、あ、いや、子守唄の、うん、ぬかけだとか、ロッキーチャックとか、カラカラ、残念でしたね。あのバスボンガールの、バスボンガール同じ豊橋なのでご冥福をね、60歳で大動脈瘤で骨やられしたそうです。11月の中頃かな、娘さんも乗って、娘さんも子供おるからね、子孫はあれしてますね、あの大変ないですかね、紅白歌合戦とかね、こういうの会にはあってます。長崎店の焼きそばギター、焼きそばにはあの納豆がいいそうです。まあこの回ですかね、ラジオドラマ西田敏行、たけし君の稽古場です。水森かおりさんの紅白歌合戦の思い出、イリュージョンの思い出が結構ね人気ですけど、ワムの思い出もね、哀愁のメキシコの今やったけどね、うん、時の流れに身を任せとか、これ最高ってきたよ、ね、評価のコメントがね、これ最高って、掛川バスセンターね、中東園、中東の中東、中の東園は演習なのね、遠いね、医療センターから。これね、くねくねしてね、ブレーキ、三段ブレーキでね、舗装してんだけどガタガタ言ってね、酔って吐きました。その次の豊橋民部病院ではタクシーによってね、室から行ったもんでね、新栄から行けばまっすぐなんだけど、国道新栄から行けばまっすぐ、室から行ったもんでくねくね曲がって、これは酔ってね入院しました。11時から3時まで4時間入院しました。点滴打ってなりました。まあこんなとこですね、とにかく福田光平さんと氷川きよし君が強いです。これはお金にならないので、たとえ1000人超えてもお金にならないので、この応援の気持ちでやってますから、1番とか途中とかでやってますから、一回3番応援の気持ち3番で全部やったらね、すげえ怒られなかったよね、メールで。ね、キングレコードだかクラウンレコードだか知らんけど怒ってきたからね。市川由紀乃さんとかね、蒼井かおさん文句言わない、偉い。水田龍子さんもすごい怒ってる、あと、あれ、時は時の、懐くさが、なんだっけな、あれ。二人組なんだけど。はぁ、パーな。あれ、まあ文句ってきましたけどね。あら。いやいよ、ヒュワブンブン、じゃんけんポーン、バイ、ヒカキンに負けるか。